乗車ありがとうございます。リゼロから始めるタクシードライバー生活、覚えていたら便利、抜け道編ということで、今日は、こちらナンバーパークスの方から日本橋4の方に、東向きに走ってる道路ですね、になっております。この道路めっちゃ混むんですよ。今も混んでるんですけど。なので、こちら、緑の、左側に緑の屋根がある、なんていうんですかね、これ、ターフっていうんですかね、があるこの交差点、こちらですね、日本橋4の1個手前の信号です。これを左曲がりましょう。まあ、これを曲がるとですね、まあ、いわゆるオタロードです。はい。オタロードですね。今日は平日なんですけども、平日でも結構やっぱり人はたくさんいております。はい、気をつけていきましょう。で、先ほどのね、日本橋4を左折する交差点、あれ結構ね、さっきぐらい並んでたら1回直じゃいけないんですよ、大概。なので、平日であれば僕はこっちの方によく行きます。これね、土日やとね、だいぶ人が多いので、実際に早いかと言うと、ちょっと、首をかしげてしまうんですけども、日曜日やったらどうするかな、その時によるかな、うん。平日やったらこっちの方が絶対早いと思います。はい、ここはあのね、人を避けていかないといけないんで、もうちょっともう真ん中をね、車が走らない高いような状況になることが結構あるんですけど、これどうしようもないですよね。今日も平日、水曜日なんですけどね。でもまあ日曜日に比べたらこれはね、もう本当にね、全然人いないって言ってもいいぐらいですね。もう一っ子一人いないですね、これ。日曜日に比べると。いやー。はい、で、ここ。ここですね。ここで右です。左側に青い看板、プレイズカードショップですかね。右にステーキハンバーグの店とか、あります。まあ、左折しかできない交差点の一個手前ですね。結構ね、お店で覚えるとたまにそのお店が変わってたらね、わかんなくなるんですけど、その辺気をつけましょうね。で、これね、今のところ右曲がるとですね、ちょうどね、こちら。日本橋3の手前、ここのね、信号のない交差点に出てきますので、これを左折です。スタディーナンバーですかね。の、前のところになりますね。ここに出てきますね。これで結構、ショートカットが可能になるというような、抜け道、ショートカットでした。はい。今日は、これだけ以上になりますね。というわけで、短い動画なので、最近は結構、見ていただいている方からね、結構反響が、ある、本日のハイボールということで、今日はハイボールになるのでしょうかということでね、ご覧いただきたいと思います。今のね、抜け道、結構使えますんで、よかったら一度試してみてください。ただし、人には気をつけましょう。めちゃくちゃ人が多いんで。はい。というわけで、抜け道編でした。お疲れ様です。トン君です。今夜の晩酌というわけで、今夜は日本酒でございます。はい、こちら、キッド、和歌山の地酒ですね。こちらはですね、まあ、キッドって思うんですけど、紀州の風土という意味らしいですね。キッド。はい、純米大吟醸というかね、山田錦です。これね、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。本当に美味しいんですよ。で、今日はこちら、日本酒用のグラス。これ分かりますかね、皆さん。ここ。酒と書いてるんですよ。酒と書いてます。このね、グラス、結構よくてね、この酒って書いてる、下の部分に合わせて注ぐと 90cc。上の部分に合わせて注ぐと 120cc になるんですよ。結構いいじゃん。はい、日本酒用のグラスで飲んでいきたいと思います。開封。はい。というわけで、120cc 注ぎました。きっと、もうね、この時点でめちゃくちゃ、ね、この甘い匂いがするんですよ。日本酒のいい匂いがするんですよ。もうね、匂いがね、もう本当にいい。香りがいい。
いただきます。きっと。いやー、美味しい。あのね、味が濃いの、この日本酒。本当にこの地酒はね、味が濃い。僕はね、ずっとハイボール飲んでるとこ、動画で撮ってますけど、本当はね、この日本酒がね、一番最初に飲めるようになったお酒なんですよ。この地酒っていうのはね、本当に好きで、飲み会に行ってね、地酒を置いてるね、お店行ったらね、僕ずっと地酒飲んでます。一緒に飲んだことある方は、わかると思いますが、ずっと日本酒です。で、地酒が置いてなかったら、ずっとハイボールかな。そんな感じです。ね、これの晩酌とかで、これは、ただの先いた。うん。うん。美味しい。素晴らしい。地酒最高。はい、というわけで今日は、こちら、日本酒、和歌山の地酒、イットでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。